も一回10代くらいで、別は知り合いっていうところが、まあ、こっちになるんですかね、あるんだけども、ここへ来たらこれほど綺麗になっておるっていうことは、まあ正直ベルトリーに暮らして学校生活を送る上でこのような研修機会をいただきありがとうございます。ですが、その人がですね、調べました。人間は見た目で決めるという人が 55%、 声というのが 38%、 中身に至ってはわずか 7% というね、そういう悲しいデータが出てました。私なんか見た目困るんですが、ただ見た目という、すごいですね、北島康介さんね、引退発表しましたけど、北島康介さんですか、知ってます？はい、何メートル、していただくのが一番いいかなというところです。じゃあじゃんけん負けた方いいですか。じゃんけん負けた方は、さっきの3つのポイントと裏付けを使って話を聞いていただきますね。ちょっとね、後ろの方と近いので、ここも立ってみましょう。一緒に入ってそうな景色ですよね。そう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 、グループ発表っていうのは、発表は今日聞いたセミナーの感想とかは枚数来て、わかんないね。あ、今日聞いたセミナーの、あ、今日聞いたセミナーの、みんな変わんのかな、これこういう系、アイス風呂上がり食いたくに、あーやべえな、それやましいって障害だからな、抹茶も好きなの、ご遺族だけ貸していく冷蔵庫でちょっとしてもらって、はい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 、は